こんばんは、元男の子の青木かのんと渡るです。さあ始まりました、彼氏は私のことをどれだけ知っているのか選手権。今日はですね彼氏の渡るくんに私のことを一体どれだけ愛してくれているのか。おお、愛してる。今まで私たち1年間付き合ってきて、いろんなことありましたよね。ありましたね。それを今回クイズ形式に7個。おお、ラッキーセブン。はい。まとめたので、それをですね、答えていっていただきます。きついな、結構。全問正解した暁には、私からのご褒美のチューがありますので。おお、よし。はい。6問目指します。自信の方はどうでしょうか。ジャンルが分かんなすぎて、自信がないわ。もう超バラエティに飛んでるよ。いやでも最近テレビ見ないからな。そういう意味じゃなくて、いろんな種類があるって言いますよ。ああ、そういうことね。とりあえず頑張り。頑張って。あらかじめ私は答えをですね、ビデオに撮影してるんで、答え合わせは VTR で見ていただきます。ああ、なるほどね。はい、回答して答え合わせをこのスマホで見ると。そう、それであなたは私のことを本当に愛してるのか分かりますから。結構すごいね。はい、混んでるね。じゃあ行きますよ。では1問目、青木かのんと付き合った記念日は？弱すぎだろ。9月の、8月の、9月の29。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。顔色伺っちゃったな。ダメよ、これはね、私ヒント出さないからね、顔色で。じゃあ行きますよ。再生ボタン押してください。行きます。はい。はい、私と渡るくんの記念日は2019年の9月29日、肉の日です。まあ1問目やね。正解。簡単でしょ。はい、さすがじゃないですか。なんで覚えてんの？やっぱ肉の日っていう印象はね、どうしても強いよね。本当に私を愛してるのか。2問目、参ります。すごいね。はだけてるね、今日。私と渡るがやる予定だったダンスボーカルユニットの名前は？これ結構難易度高いよ。ダンスボーカルユニット、あと1人。いたじゃん。あっくん？さとちゃん。私がまだこれはやばい、超懐かしい。ああ、なるほどね。ユニット名って決まってたっけ？決まってたよ。サイゼリアで発表したよ、越谷の。サイゼリアね、3人で行ったのは覚えてる。だって結成表明もさ、男時代の YouTube チャンネルに出してるじゃん。ユニット組みましたみたいな、めっちゃ低い声で。ああ、ヒントとかってもらえんの、この問題。ザありがちな、ありきたりなグループ名。いや全くね、浮かばないよ。だってもう6、7年前の話でしょ。残り10秒。10、9、8、7、6、5。ウィンズ。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。いや、わかんない。ちょっと本当適当。じゃあ再生ボタン押してください。はい、いきます。私と渡るくんと佐藤ちゃんの3人でやろうと思っていた架空ユニットの名前は、輝き続けるという意味で社員という名前です。うわ、難しい。そうだそうだ、社員だ。結成して一回も活動したことなかったユニット。当時さ、東方神起だったメンバー3人が抜けてさ、JYJ っていうグループで活動してたじゃん。そうだね。で、そのグループの代表曲にさ、W っていうさ、あったじゃん。めちゃくちゃいい曲があった。そう、あれをさ、うちらがなんかすごい憧れちゃってさ。いや、ほんとかっこいいんだよ、あの PV、あれやろうぜみたいな感じで、それで社員っていうのを作ったんだよね。活動日数0日だけど、あのサイゼリア以降だってサトちゃんと会ってないじゃん。あ、そうだね、会ってない。意味不明だよね、今考えると。いやでもなんか結構感慨深いな、そう思うと。懐かしいな。そうですね。はい、ブッブー、もうキスはお預けです。次は何？うわ、悔しがりよ。はい、じゃあ3問目、青木かのんが渡るからされて一番嬉しかったことは？嬉しかったこと？はい。何系なんだろうな。全般ですよ。全般？うん、わかった。はい、肉ケーキ。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。じゃあ、いきますよ。再生ボタンお願いします。はい、いきます。はい。私が渡るくんにされて一番嬉しかったことは、外が寒いのにスウェットを着たまま駅まで送ってくれたことです。懐かしいね。確かに。あ、あったね。やばい、愛してないじゃん、やっぱり。あれ？そんなに中欲しくないの？あー、そっか。冬の時何回か会ったよね。
でも基本ね、出迎えと送りはしてたから、ね。いや別にしなくていいって言ったのに、その日ね、外さ、だいたい1、2度ぐらいじゃん。確かに。で、もう寝る前だったじゃん。もうスウェットで。うん。で、もう電車あるから帰るねって言って、駅まで行くよって、いいからみたいな。とりあえず一緒に行くわみたいなんで。めっちゃ外寒いのに、1、2度で、しかもスウェット、それを30分間ぐらい一緒に外にいたんだよね。うん。そうだね。よくいたね。うん。まあなんか本当に近くのコンビニにちょっと買い物行くような服装だったから、服装だからね、うん、まああの時は嬉しかったんですけども、でも嬉しいわそれは。まあ外れには変わりないんでそこはきついんだ。そうですよ、はい、4問目、はい、青木香音との初キスは、え、何、日付、場所、場所です。えー、これ忘れてたら付き合っていたことが嘘になるぞ。うん、マジで覚えてないんだけど。ヒント、うん、青木香音のヒントタイム、キラリーン、はい、ヒントはですね、去年の11月ですね、でソフトクリームが食べれる場所の時間です。あった、はい、秋葉原でクレミアのソフトクリームを食べた日だ。あれだね、テラスじゃないかな、で何かこう一緒に食べた時。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、これはちょっとやばいよ。では再生ボタン押してください。行きます。はい、私と渡るくんの初キスは関越自動車道のサービスエリアの車の中です。ああ、あったね。やばすぎないか、あったねって。クソ失礼か、もう世の中から叩かれろ。いやでも叩かれるのも嬉しいから、叩かれたい。いやそれはちょっと別の意味になっちゃうからやめて。ああ、そっか、挽回しないとやばいっすよ。もう私のキスはもうお預け状態ですよ、うん、ああ悔しいなそれは。いや悔しくないでしょ。じゃあ次行きます、はい、5問目、うん、私が好きなカップ麺は。いやこれマジで難しい。俺正直カップ麺食ってるイメージないんだよね。だって見せたことないもんだよね、うん、でもよく言ってるよ、この食べ方をしないと絶対に損するよ人生。超王道、日本人だったら絶対食べたことある。わかった、ん、札幌一番の、はい、塩ラーメン。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。答え合わせの再生ボタンお願いします。はい、いきます。はい。はい。私が好きなカップラーメンは、カップヌードルのシーフード味に少し牛乳を入れて食べることです。ミルクシーフード。ああ、確かにそれ美味しいって聞くよね。だってよく言ってたよ。もうキスをお預けですよ。あれでしょ？なんだかんだ頑張ってほしい。自分が恥ずかしいから。よしよし、もうダメですよ。いやでもね、結構それ難問だと思う。だって見したことないんでしょ。でもよく言ってたもん、本当に。シーフードヌードルに牛乳入れてないの、これ人生の半分損してるよ、みたいな。あ、言ってたからね。あ、聞いたことあるかもしんないな。いや、しょっちゅう言ってたよ。はい。じゃあ、あと2問ですよ。じゃあ、この2問連続正解したら、チューしてあげる。してたら。いや、もうしたいんじゃん。違う。そういう意味じゃない。したいんでしょ。違うよ。行きましょう。はい。青木香音は渡るのどこに惚れている？あー、全部って言いたいけど、じゃあ部分的なんでね。はい。めっちゃピンポイント。これどうしようかな。分かってんだよな。OK。じゃあいいよ。うん。顔。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー？はい。じゃあ、はい、答え合わせの再生ボタンをどうぞ。はい。私が渡るくんの好きなところは、前髪が少し目にかかりそうな感じのあの髪型です。細けえ。マッキー、これもう笑っちゃってるからね。普通だってさ、回答って基本さ、4文字から6文字とかじゃん。だからそれぐらい難易度が高いっていうのは、私のキスがすごい重たいってことなんだよ。ああ、なるほどね、うん、そんぐらい高価なものだと。あ、やばいよ本当に私のこと愛してくれてるんですか。いや、愛してるさ。気持ち悪いめっちゃ気持ち悪いじゃあラストですよ、うん、もうこれ正解したらもうキスするよ。もうあれでしょ、正解しなくてもするんでしょ。いや、それはしない。マジでしない。それは、やっぱり、価値を落としたくないから。いや、もう、めっちゃ落としてる。いや。はい、次のクイズですね。ラスト。はい、ボトルと一緒にいるときに、青木香音が今までで一番笑ったことは？難しい、これ。簡単でしょ？どうしよう。ちょっと待って。え、簡単じゃん。めっちゃ簡単じゃん。だから俺が、一緒にジム行った時やったじゃん。あの時に、ランニングマシーンで、思いっきりこけた時。あの時は分かってね、ドコーンドコーンって音鳴って、うん。相当ね、肘痛かった、真っ赤になったし。え、いいのそれで。本当に。いや、いいのって言ったらなんか思い当たるものもあるんだけどさ。まあ、それでいいかな。じゃあ、答え合わせの再生ボタンを押してください。どうぞ。
私が渡ると一緒にいた時に一番今までで笑ったことはペチペチダンスです。いやもう分かってたよね、正直ですよねって感じ。はい、ここでですね、ペチペチダンスの意味がわからない視聴者さんのために私からご説明をさせていただきます。はい、まあ、一緒にお風呂に入って、うん、お風呂に入るからさ、それスポンポンなわけじゃん、うん、男の方ってさ、やっぱおちんちんついてて、うん、それをね、ウィーって振るとさ、うん、おちんちんが体にペチャンペチャンペチャンって当たるじゃん、うん、そのやる動作をペチペチダンスっていう命名して、私がよくリクエストしてやってもらって笑うっていう感じですね。はぁーってペチャンペチャンペチャンって何十万人にえ、でも前動画でも言ってるしね、下腹部痛くなるでしょ。痛いんだ、なんか体張ってんだ本当に。どういう構造なの、なんでペチャンペチャンなの。いや、ぶら下がってるからでしょ。これ来ました。いやだってそうでしょ。そういうこと。はい、はい、ということでですね、どういうこと、青木かのんのことどれだけ愛してるか確かめる選手権は渡るくす、渡るさんはですね、うん、7問中1問正解ということで、おすごいねこれは、はい、青木かのんからですね、うん、中を差し上げます。1問正解しちゃうんで、え、あ、大丈夫ですよ。え、あ、大丈夫ですよ。残念ながら、欲しかったよ正直、けど回答答えられなかったっていう自分が悪いから。今謙虚ばらなくていいんだよ、そこはね。やっぱり空気読めよというかね、それはいけないことだった。スポーツマンのあの金メダルの時にインタビューということで、今回はですね、わだるくんが私のことをどれだけ愛してるのかっていうのを確かめるクイズをやらさせていただきましたが、わだるくんは私のことを愛して、いや愛せておりませんでした。少しでもこの動画が楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、TikTok、 そしてわだるくんのノートも画面の下にありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。